はいどうも。今日は Tide というアプリについて説明します。これ案件ではありません。個人的に使っているので勝手に紹介します。これ何かって言いますと、もうズバリ強制的に集中させるアプリです。勉強とか仕事に集中できない時ってあると思うんですね。で、その理由って何かっていうと2つあると思うんですね。一つはもうちょっとした音、一部の人って音にすごく敏感で、のちょっとした音で意識がそっちに向いてしまうと。逆に全く音がない無音、これも集中しにくいと思うんですね。で、こういったものって仕方ないんです。の生き残るにはね、あんまり集中しない方が良かったんですよ。敵の存在にいち早くこう対処するには、集中せずにずっと意識を分散させていた方が、便利だったわけです。こういった人間の本能を、克服して集中するにはどうすればいいか、この Tide っていうアプリがかなり使えます。具体的にどうするかっていうと、決められた時間、これは5分から120分まで選びます。で、波の音とかカフェにいる時の音とか、そういったものを聞くわけです。このアプリね、無料です。かつ広告もありません。いわゆる YouTube で集中用 BGM って、そういう動画があると思うんですけれど、それと違ってこの時間だけ集中するっていう、その時間設定が割と簡単にできるので、その部分もおすすめです。僕が実際に使ってみた感想なんですけれど、もちろん波とかカフェの音っていうのは聞こえます。ただそれって勉強を阻害する、勉強の集中を阻害する雑音ではないんですね。設定した時間が終われば波の音とかは止まります。で、作業に集中していても止まった瞬間、止まったんだっていうことはなんとなく気づくんですね。なので集中しすぎるっていうこともなくなります。ここからは僕自身がおすすめするこの Tide の使用法を、お伝えします。集中、睡眠、仮眠、呼吸っていう4つのモードがあるんですね。その中で僕は、集中と仮眠、これをよく使っています。まず作業とか勉強、これを25分集中してやります。で、集中が終わったら5分仮眠を取ります。で、この仮眠モードっていうのは基本的には集中モードと同じなんだけれど、その時間が経ったらアラームで起こしてくれるんですね。なので寝過ごすってことがなくなります。この25分と5分のサイクルを繰り返す、これだけで、結構長いこと集中できます。で、これに25分の集中でも集中できないということがあります。その時は20分の作業と10分の休憩のサイクルにしましょう。そうするだけでね、結構疲れとかストレスとかそういうのが割と緩和されます。本当に一回やってみて驚くほど集中できますから、案件でもステマでも全然ありません。のめちゃくちゃ効率が、めちゃくちゃ勉強効率が上がりますので、これを見たあなたはぜひやってみてください。以上です。